どうも、オナです。今回なんですけれども、タリーズのですね、2022年の福袋をですね、今から開封していきたいと思います。はい、それでは私ですね、こちら1万円の福袋、そしてこれが6600円の福袋、それでこれが4000円の福袋、はい、3種類ね、全部買ってきましたので、今年もね、ちょっと開封していきたいと思います。ということで、タリーズも普通に買ってきたので、これちょっと後でいただきましょう。まあ、タリーズのね、まあ、福袋といえばですね、私の、まあ、福袋開封シリーズの中でも長年ずっとやってきた、シリーズでございます。もう今年で5回目とかなるんですけれども、まあ、いつまでね、もう多分死ぬまで続けてるんじゃないかなと思うぐらいなんですけども、まあ、とりあえずはね、じゃあ、1万円の福袋、一番いいやつ、はい、こちらからですね、開けていきたいと思います。まあ、タリーズはね、ずっと昔からまあ、定評があってね、これもね、実は私ね、今年ね、予約しなかったんですよね。なんでね、ちょっと買えるか、というかそもそもね、1月1日から発売だったんで、全然ね、ここのクリスマスとかね、全然チェックしなかったんですけども、今年はですね、2020年のうちに発売ということでですね、予約してなかったんですよね。たまたま行った店舗がですね、全種類売っておりましたので、ちょっと今回ですね、買わさせていただいたというものでございます。1万円の福袋からもうどんどん開けていこうかと思います。じゃあ、まあ一番なんか目に入る、はい、こちら、まあ、今回はですね、私のですね、独自の査定も含めてですね、まあ、いくらおごっとくかっていうところもですね、チェックしていこうかと思ってますので、よろしくお願いします。これはまああれですよね、多分タンブラーですよね、はい、というので、あ、普通の黒の、タンブラーですね。あんまりタリーズのこうで、ね、イメージで黒っていうのはなかったんですけども、もうこんな風な感じで、私はね、まあ、冬でもアイスコーヒー派なんですけども、まあ、こういったものが入っておりました。これだけで結構いい値段します。じゃあ2000円ぐらい、もうちょっと高いかもしれないですけど、まあ2000円ぐらいということにさせてください。はい、こちらのタリーズのこんな感じのタンブラーでございました。ということで、どんどん行こうかと思います。はい、お、なんだこれは、これはなんだ、なんだろう、トライタンサーバーって書いてますね。ああ、こんな感じ、これでこう、こういう風にコーヒーつんで、よく喫茶店とかでやってますけども、そんな感じで家でも作れるタイプのものということで、実は家にこう、実はと言いますか、コーヒーマシンがあるんで、まあ、これもでもこれで作ってみればいいですね。年末年始にね、ちょっとチャレンジしてみようかな、ちょっとやってみようかと思います。はい、でもこれが入ってるってことは、上のドリッパーが必要ですけど、なんかドリッパーはないっぽいな、ないんだ、自分で買わないといけないんだ。というので、大体まあこれは1500円ぐらい、それぐらいにちょっとしておこうかと思います。ではじゃあ次行きましょう。次もうほぼラストドンというので、あ、これであれですね、もうあといつものチケットが入って終わりですね。あ、タリーズちょっとあれなんじゃない、今年はまあまあまあ、内容はね、こうコーヒー豆とか入ってていいんですけども、いつものなんか細かいグッズが少ないような気がしますけども、ということで、はい、こちらの豆が入っておりました。じゃあ開けましょう。豆はね、まあ本当にうちで飲みまくるんで全然もらって困らないんですけども、コーヒー粉になってますね。というので、来年の12月までいただけるようです。タリーズのコーヒー豆が、まあ、ものによってね、違うんですけども、200g で1200円とか、それぐらいで販売されているようなんで、それでこれが150g になりますんで、だいたいまあ800円ぐらいですかね。そう考えると、もうこれだけで245で4000円とかなって、謎のシリンダーとあとこちらね、ボトルがついてくるというので、まあ1万円にはこれだけでは達しないんですけれども、少なくともね、7000円とか、それぐらいのね、商品が入ってたかなっていう印象でございます。まあ、それでもうね、毎年買ってる人とか、毎年見ていただいている方ならご存知と思うんですけども、タリーズの場合はこっからですね、こんな風に、まあ、ドリンクチケットがですね、入っておりまして、ハッピーバッグ1万円のドリンクチケットって書いてますけれども、はい、こちらが15枚入っております。というので、有効期限は6月の21日となっておりまして、まあ、気を抜いてたらなくなっちゃうんですけど、私の場合は、まあね、周りの人にちょっと配ってみんなでいただいているっていう感じになりますんで、一人で消化しようと思った1万円のやつ、なかなかね、ちょっとハイペースで、まあ、毎日ね、通ってる人とかで、ね、あればいいんですけども、はい、こんな感じで入っておりまして、以前はな、好きなドリンクの S サイズだったんで、なんかちょっとね、こう リッチなと言いますか、プレミアム的な、なんかチョコレートのなんかコーヒーとか、なんかそんな頼めばお得だったんですけども、それアイスコーヒーとか頼めば損だったんですけど、今はあれですね、470円、517円税込みのチケットと、ね、
なっておりまして、それで金額内であればサイズは何でもいいって。僕こっちの方ありがたいですね。でもあのアイスコーヒーのね一番大きいやつを頼むことができるんで、うん、ということでこのように入っておりました。517円まで交換することができるんですけれども、まあ、500円とカウントしましょう。それが15枚なんで7500円か。あーちょっと渋くなった気がしますけどもね。うん、そっか、それに、まあ、これがついてくるというので、これは自体はまあ1万円分のチケットではなかったですね、うん、なんかいつものイメージはチケットがまあ1万円分入ってて、それにプラス商品が入ってる、すごいお得だったんですけど、ちょっとなんか商品も比較がちょっと弱かったかなっていう印象だったんですけども、タリーズは結構この方向に進んでいくんですかね。いやーちょっともうちょっとね、過去にはこうなんかでっかい瓶とかね、なんかぬいぐるみとかねあったりとかしたんですけども、まあ、今年はこのような内容になって、とりあえずは1万円はこんな感じでございました。じゃあちょっとね他にも6600円のものがありますのでちょっと見ていこうかと思います。こちらのバッグでございます。こちらのバッグ自体はこちら紙袋だったんです。1万円はねもうこれ自体がもうねすごいプライベートでも使えそうな感じで、うん、まあ、娘のなんかおむつとか入れてね、そのねベビーカーにね転がしたりとか、そんなことにも使えそうです。じゃあこれは1500円という感じにしておきましょう。よし、ということで、こんな風な感じのちょっとグリーンというよりかはこんな感じの、まあ、カーキ色のものとなっておりまして、こういう風になってるんで、なんかアウトドアとかになんか使えそうな感じのものでして、まあねここ 1,2 年ぐらいねやっぱコロナ禍ということもありまして、アウトドアとかもね結構流行ってたりするので、まあそういった時にねまあキャンプとかもね流行ってたりするので、そういった時使うのが良さそうです。大体じゃあこれがもうこれも1500円にしときましょうか。はい、ということでもうでもなんかある他に、ああこれはブランケットかな。はい、というのでタリーズコーヒーのブランケットと、あ、いいじゃないですか。こんな感じで膝掛けですね、うん、こんな風にタリーズの、まあ、ロゴも入ったりとかしてすごいあったかいです。オフィスとかでなんか使う分にもいいですし、最近はまあこう自宅でねテレワークみたいな人もいらっしゃると思うんで、その時にまあ自宅がちょっと寒いという方にはですね良さそうな感じですね。私はちょっと外出かける時にですねこれを持ってったらいいんじゃないかなって思いました、うん、そんなにまあこうなんて言いますか、ここにタリーズとか書いてるわけではないんで、すごい使いやすいものだと思います。じゃあこれも1500円ということにしておきましょう、うん、なんか1500円ばっかりだな、うん、これはなんか今まで見た商品の中で一番おなんか実用性があるっていうのを正直感じました。ということで、あ、こんな感じでタリーズも、あとはこうブラジルとコスタリカですね、先ほど入ってたやつですね、まあ、これがまあ1000円800円かというので入っておりまして、あとはドリップコーヒーが入っておりまして、これでもう使えますね。これはちょっと連携してて、これはなんかこうそのまま使えるような感じになってていいですね。アウトドアセット的な感じですかね。外でキャンプしながらこの膝掛け使って、まあ、これでコーヒー入れて飲むといいでしょうって感じですね。はい、というわけでそれとあとこれがまあ4つ入ってたので、まあ、これ1個100円ぐらいにしときましょうか。こういったセットが入っておりました。あとはドリンクチケットですね、これが8枚入っておりました。だいたいまあここのやつでまあ多分6000円ぐらいのやつで、それにドリンクチケットが4000円分ついてくるんで、だいたいまあ1万円ぐらい入ってるってイメージですかね。それがまあ6600円でご提供ということで、まあ以前より比べるとなんかちょっとお得感は下がるような気がするんですけども、それでもそれでもまあまあまあね普段タリーズ飲まれる方であれば、ね、いいんではないかなっていうものとなっております。はい、最後はですねこちらの4000円の福袋となりますけれども、こちら2種類4000円の福袋はねタイプがありまして、私のやつはサックス&オレンジなんですけど、グレージュマゼンダというですね種類もあるようでございます。これしか私はゲットすることができませんでした。というので、まあ、これは大体、まあね、これだけで、まあ、1000円ぐらいですかね、バッグだけで、はい、ということでここパチンと止めるタイプのものとなってますけども、こんな感じです。お、これがまあ4000円なんで、お、なんかでもあ、これなんだろうな、なんか食べ物違うな、ぬいぐるみ何、おお、なんか可愛いやつ入ってる。ああ、2022年のリミテッドエディションというふうに、あ、対象年齢6歳、ちょっと娘にはあれですけれども、おお、なんかそうこういったのはなんかたくさん入ってるイメージでしたけど、ということで、そっか、来年は寅年なんだ、僕年男だ。ああ、それは36なんです。確かにそうですね、全然意識してなかったですけども、
ということで12年ぶりの年男やってきましたね、うん、というので今気づきました。というので全然ねあれですけど可愛いですね。これはちょっとあの娘も喜んでくれそうなんで、あのこれはじゃあちょっとあの1000円というふうにしておきましょう、はい、ということでじゃあ、うん、これで終わりか。それでまあコーヒー豆ねグワッテマラとブラジールで、はい、あの800円800円1000円で、あとはあまだ一つあった、なんだろうな、キャンディー、こんな感じのキャンディーっぽいですね。これは特別バージョンなのかな、福袋の分かんないけど、いやそうやね、2020年ハッピーって書いてある、ハッピーバッグって書いてある、うん、っていうのであこんな感じでおキャンディーが入ってます。じゃあせっかくなら食べてみましょうか。コーヒー豆ですかね、コーヒー味ですかね。うん、あうまい、これはあこれ美味しいよ。普通になんか売ったら買いたいなって思うぐらいのコーヒーのあれです、飴ですね、うん、それで最後はもう空っぽで、はい、あのこんな感じで、はい、あのドリンクチケットが、5枚入っておりました。ということでじゃあ2500円と、まあ、じゃあ飴は200円にしときましょう。まあ、大体6000円7000円ぐらいのものが入っているって感じですかね。はい、ということであのタリーズの、ね、福袋3種類今回開けてみましたけれども、タリーズはねお得感が基本的にはねあっていい感じだなっていうふうに思いました。まあ安定のなんか福袋っぽい福袋ですね、まあ、ただちょっとなんか以前のやつに比べるとあの商品自体あのなんか商品のオリジナル性っていうところもちょっとなんかあの少なめだったような気がしますけど、お得感っていうところもなんかあのちょっと下がったんじゃないかなっていうところはありますね。まあもちろんねでも買った以上 の値段なんで、まあ損は絶対ないんですけれども、以前がまあお得すぎたっていうところはちょっとあるかもしれないですね。ということでまあこんな感じだったんですけども、皆さんはどう思いましたでしょうか。ぜひねあのコメントで、ね、教えていただければ幸いでございます。あのまあコーヒーねたくさんいただいたんで、今年もですねあの家であの飲んでいこうかなっていうふうには思いますけれども、このタリーズの福袋に関しては一応ねあのもうあの年越えたらちょっと厳しいかもしれないんですけれども、今あの2020年12月クリスマス前なんですけれども、あの店舗で予約してなくても一部販売っていうのをしてたりするところもあったりとか、キャンセル分をですね、まあ、あのね一般開放してたりするところもあって、私もねそれで今回変えたんですけれども、そういったところあったりして、さらに、まあ、皆さんのねあのお近くにあのお住まいのお近くにもしかしたらタリーズないよっていう、ね、方もいるかもしれないですけども、オンラインでもね今段階だと1枚の福袋とかも買えるみたいなんですよね。なんでぜひねあのもし興味ある方はですねオンラインで、まあ、注文してみてるといいかもしれないです。ということで、まあ、こんな感じであのタリーズの福袋でございました。それですっかり忘れてましたが、タリーズで、ね、普通にあれだ朝ごはんを買ってきたんだ、うん、というわけでちょっとね、まあ、福袋と一緒にですね朝ごはん食べていこうかと思いますけど、はい、せっかくなんであの限定のやつをちょっと買ってきたんですけど、あとはトーストですね、これは妻のやつです、はい。まあ、冬でもアイスコーヒーの、アイスコーヒーというか俺もうコーヒーでもないですね、あのロイヤルミルクティーですね、いちごの、それであのチョコも乗ってるというやつでございまして、グランデサイズで570円、税込みだと627円でございました。じゃあちょっといただきます。はい、美味しいですね、ロイヤルミルクティーも。あの最近はコーヒーばっかりですけども、あのこれもいい感じです。それでちょっと太めのやつになってるんで、なんか粒々みたいなのが入ってるんで、うん、なんかそれをこうねタピオカみたいに飲んじゃうみたいな感じですね。タピオカといえばあのパレスチナをねあの思い出しますけども、はいはい、こんな感じですね、はい、うん、ということでね、あの私あの福袋なんですけれども、2022年の福袋ですね、まあ、これからもうすでにね販売されているものもあったりとかして、それもアディダスとか、まあ、そういったところもねあの開封してたりとかね、しますし、これからスタバとかマクドナルドの福袋もね、ちょっとまだ抽選結果出てないやつもあるんですけども、あのどんどん ね開封していく予定でございますので、ぜひねあの皆さんの年末年始のですね、あの暇つぶしとかで見ていただければ幸いでございます。普段まあ旅行系のまあ YouTuber として活動しておりまして、あの日本国内だけじゃなくてこう海外とかもね、そういったところもあの行ってたりしますので、あと飛行機のレビューっていうところもですね、あのたくさんやってたりしますので、ぜひともねあのそこら辺もですねあのチェックしていただければと思います。ということで、まあ、こんな感じでねあの今回動画終わりたいと思います。タリーズの福袋に関しては、まあ、星5個中だと、まあ、星4というふうにあのさせてください。
去年のやつが星5だったんですけど、ちょっと一つだけ減らしてっていう感じの評価にさせてください。ぜひ皆さんのね、お得だお得じゃないとか、これがいいとかね、そういったですね、コメント、感想があればコメント欄で教えていただければと思います。ということで、こんな感じで今回動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。